若藤商事投資ラボがお送りするイベント直前最適投資戦略セミナーの時間がやってまいりました。私はこのコーナーを担当する予想会グローバルインベスターズ代表の松本幸です。今日はどうぞよろしくお願いします。このセミナーはですね、予想会が、毎月、2、3回、発行しているイベント直前最適投資戦略という、レポートに基づいて、その内容を、解説しようという、そういう、趣旨のものです。このイベント直前最適投資戦略というのはどういうものかというとですね、何かその、マーケットに大きな影響を与える可能性のあるような大きなイベント、指標の発表、その他、そういうものをですね、前にして、一体その内容がどうなるかをいろいろな、シナリオを、考えてですね、その、シナリオに沿って、予想してですね、その中で、一番最適な、投資戦略、一番、リスクが低くてですね、利益の出やすいような、投資戦略を、見つけていこうと、そういうものが、基本的に、との目的となってましてですね、内容が少し、分かりにくいというか複雑になるということもあってですね、こうして、月1回ビデオセミナーという形で、その内容を、詳しく解説しようということになっています。このレポート自体ですね、投資ラボのウェブサイトからもダウンロード、して見ることができますので、そちらの方も、参考にしながらですね、このセミナーを見ていただければいいと思います。ニューヨークですね。私は、ニューヨークに、住んでですね、アメリカの、マーケット情報というのをですね、日本の投資家の皆さんにお届けするという、そういう仕事をしてるんですけれども、ニューヨーク、この2週間ぐらいですかね、非常に、暑い日が続いてたんですけれども、多分、これだけ暑くなった夏っていうのは、2年、3年ぶりかね、去年、一昨年っていうのは結構涼しい夏だったんで、3年ぶりの暑い夏を、となったわけですけれども、ようやくですね、この週末、あるいは今日あたりでですね、暑さもピークになってですね、これからは、秋に向かって徐々に、涼しくなっていくと、そういうふうな、今日この頃という形になってますね。今日はちょっと暑くなりそうなんですけれども、月曜日、ここから1週間どうなるか、そしてこの、先にどのようなイベントがあるかというのを、見ながらですね、この先セミナーを続けていきたいと思います。で、今日はですね、その、イベントの内容ということで、何を、取り上げるかというとですね、やはり、金曜日9月2日ですね、発表される8月のアメリカの雇用統計、これをですね、テーマにしてですね、それについて、どのような、内容になるのか、そしてその場合にマーケットがどのような動きになるのかというのを、ちょっと見ていきたいと、そういうふうに思います。で、それを見るためにはですね、やっぱり、先週、行われたですね、アメリカの、ジャクソンホールというところで、毎年夏に行われる、カンサスシティ連銀、主催のシンポジウムというのがあるんですが、そこで、イエレン、総裁が講演を行ってですね、ちょっとマーケットに動きが、出てきたんでですね、FRB の利上げは一体この先どうなるのかというのを踏まえてですね、ここから先、話をまず進めていきたいと、そういうふうに思います。さて、じゃあですね、イベント、直前最適投資戦略、今回のイベントは、雇用統計と、8月の雇用統計、9月2日に発表されるんですけど、それに向けての、シナリオということになるんですが、その前にですね、やはり、先週の、ジャクソンホールにおける、イエレン FRB 議長の講演、そして、その後にですね、フィッシャー、FRB 副議長の発言なんかがあってですね、マーケットはいわゆる、FRB の利上げ観測というのがですね、急速に高まる格好となったというところで、マーケットはちょっと動きが出ているんですけれども、その辺について、まずは、
ちょっと分析、解説をしてですね、それを踏まえた上で、まあ今度、雇用統計に、どのような注目が集まってくるのかというのを、まあ話していきたいと、そういうふうに思います。まずですね、先週26日ですね、8月の、ジャクソンホールで行われたイエレン、FRB 議長の講演と、それはどういう内容だったとかというとですね、まあ、基本的に、まあメディアなんかで、まあ、取り上げられているのはですね、利上げを正当化するような、まあ状況というか、まあ、そういうふうな環境がですね、まあ、整いつつあると、徐々に、まあ利上げを行ってもいいですよと、まあ、そういうふうな、まあ、状況が、まあ整いつつありますよと、可能性が高くなってきましたよというのを、まあとりあえず、まあ講演の最初にですね、まあ、明らかにするというふうな、まあ、格好になったんですね。でもちろん、まあ、メディアの方はそういうのを、まあ前面に取り上げてですね、まあ利上げ観測を、まあ、高めたというか、利上げの可能性を否定しなかったというところで、まあまあ、大きくその部分が取り上げられたんですけれども、まあ、内容をよく見てみるとですね、別に、まあ利上げ時期がいつになるとか、そういうことを言及したわけではないしですね、まあ例えばですね、中長期的に見てですね、まあ利上げの余地はそれほど、まあ、昔ほどですね、大きくはないというふうな、まあ、発言をしたりですね、どちらかというと、まあとりあえず、まあ1回ぐらいは利上げを、まあ、するけれどもですね、それ以上はちょっと難しいかなと、状況はそれほど、まあ、良くなってないですよというふうなところ、まあそういうところが、まあ中盤以降というかですね、講演の、まあ大方の部分ではそういうものが、まあ、強調されるような内容となってですね、まあどちらかといえば特に、まあタカ派的というか、利上げを、まあ強く煽るようなサプライズはなかったと、まあ市場の受け止め方もそういう感じだったんですけれども、まあ、一方でですね、その本当にすぐ後ですね、その直後にですね、講演の後にですね、フィッシャー FLB 議長ですね、まあ一応、まあイエレン議長の、まあ片腕と、右腕と、まあモクサルナンバー2のですね、FRB 高官がですね、年内に2回利上げをすることもありえますよと、かなり、まあタカ派的な、まあ発言をしてですね、そっちの方に、まあ市場が反応したというような形になってですね、例えばドルが大きく上昇して、そして、まあ株式市場は、利上げあるいは金利の上昇を嫌気する形でですね、まあ、売りが、膨らむと、まあ、そういう展開になったわけですね。まあ、これいろいろと見方があると思うんですが、まあ、フィッシャー FRB 副議長というのはですね、もともとどちらかというとタカ派的な人と、利上げはしっかりと行うべきだというところを、立場を強く出すような人だったんでですね、発言自体はそれほど、こちらの方もサプライズというわけではなかったんですけれどもね、例えば、その前の、週末にもですね、同じように利上げを行うべきというふうな発言もしてましてですね、ただですね、他にもですね、例えばニューヨーク連銀のダドリー総裁とかですね、サンフランシスコ連銀のウィリアム総裁、あと他の地区連銀の総裁からもですね、ここへ来て相次いで利上げを行うべきだというふうな主張がですね、出てきてですね、ちょっと、この前の7月の FOMC からですね、なんとなく、FOMC 内、FRB 内の雰囲気が変わったんじゃないかと、そういうふうな見方が出てきたことが、今回の利上げ観測の高まりにつながったんじゃないかと、そういうふうに思いますね。で、なぜそういうふうになってきたのかと、7月の FOMC 以降ですね、そこまで何か状況が大きく変化したのかというと、そうでもないんですよね。例えば7月の終わりに発表された4月6月期のアメリカの GDP、 これは予想を大きく下回るですね、 1% 台前半と 1.2% でしたっけね、そういう伸びにとどまったわけですよね。それはまさにそのジャクソンホールでイエレンさんが講演をした先週26日にも
改定値の発表があって、さらに今 1.1% の増加に引き下げられたというふうな状況なんですよね。ですから、景気自体はですね、景気を一番、大きく反映すると、というかそのものであるですね、GDP はですね、伸びはですね、当初の予想を大きく下回っているわけですよね。それなのになぜ、そういうふうに、利上げの可能性は高まっているとかですね、景気はしっかりと回復しているとか、そういうふうな判断を、いろいろな、FRB 高官が、示し始めたかというのはですね、私個人的にはちょっとあれおかしいなと、疑問に残るなという感じがしないでもないというのが、状況なんですよね。もちろん雇用はですね、確かにしっかりと、回復してますよね。非農業雇用数もですね、5月ですかね、1回大きく落ち込んで、どうなるかなと思ったんですが、その後は、その反動もあってか、力強い伸びが続いてますから、そういうのはいいんですけれども、他の、指標、景気に関する指標、あるいはインフレに関する指標はですね、それほど、強い伸び、強いサプライズがあったわけでもないと。にもかかわらず、ここに来てですね、FRB の高官がそうやって、利上げを強く主張するようになってきたのはどういう、ことなんだという、ところなんですけれども、これは私は、一言で言うと、9月の FOMC が近づいてきたからだと、そういうふうに、解釈していいと思うんですよね。これはどういうことかというとですね、FRB としてはですね、今の、0.25から0.5%という、FF 金利誘導目標、いわゆる政策金利ですね。政策金利というのはやはり明らかに、低すぎるんですよね。で、今はいいですけれども、この先、再び景気後退局面がやってきたらと、景気減速することが、局面がやってきたらと、これは、景気が、サイクルによって、拡大したり縮小したりという、そういう、良くなったり悪くなったりを繰り返すということを、もんだということを、考えれば、いずれかの時点で必ずやってくる、ものですから、そういう時にですね、今の状況では利下げ余地がほとんどないのでですね、これは困ると。ですから、なんとか利上げを、できる状況にあるのであればですね、少しでも、金利を、高くしておきたいと。これがですね、やはり、FRB、中央銀行すべてそうだと思うんですけれども、そういう、人たちの本音だと思うんですよね。ですから、こういうふうな形でですね、少し、チャンスがあればですね、そのチャンスを逃すまいとですね、利上げ観測を市場に、打ち出してですね、市場もある程度利上げに、対して準備を、しといてくださいよという、そういうメッセージを発するというのは、わからないわけでもないんですよね。そして、これまでも何度もですね、そうした形で、FRB の高官がですね、FOMC を前にですね、利上げ観測を高めるということは何度もあったと思います。ただ、一方でですね、結局は、経済指標が思ったほどに、強くならず、あるいは景気がちゃんと回復してこないでですね、あるいは、他に何か株価が急落するような、他の要因があったりしてですね、結局、予定通り利上げに踏み切ることはできなかったと、そういうことも、何度もあったわけでですね。ですから今回もですね、FRB としてはなんとか、できるもんならば、利上げをしておきたいと。そして、タイミングを考えれば、例えば、年内に2回引き上げるんであればですね、やっぱり9月に1回やっとかなければいけないと。そういうふうな、テクニカルな面といいますかですね、そういうものを、希望的な観測もあってですね、今回急に、そういうタカ派発言が強くなってきたと、そういうふうに見ておいていいと思います。ただ、実際はですね、やはり、例えば経済指標の、悪化が続いて、あるいは、他の要因でですね、利上げに踏み切れないという場合も十分にありえますから、今回もじゃあ9月はどうなんだと、さらに、進んで年内に利上げはあるのかないのかというと、結局のところはまだわからないですよと、これからの経済指標次第ですよということになると思うんですよね。
ですからまあ今、いろいろなそういう人の発言を受けてですね、利上げ観測高まってますけれども、まあ、これからのまあ経済指標の内容次第ではですね、再びまあ、利上げ観測が後退するということも十分ありえますから、まあ、この辺はまあ、注意する必要があると、そういうふうに思いますね。そういうことをまあ、考えてくると、やっぱり、この9月2日に発表される、まあ、8月の雇用統計ですね、これの内容っていうのは、まあ、大きな意味を持つんだなということがわかると思います。これはですね、まあ、タカ派発言でマーケットを動かしたですね、フィッシャー副議長もですね、その、まあ、発言インタビューの中でですね、今度の雇用統計っていうのは、まあ、大きい意味合いを持ちますよっていうのを、まあ、はっきり言ってましてですね、やっぱり、FRB の、交換、FRB も注目しているし、市場ももちろん注目しているという、まあ、そういう、大きなイベントになる可能性っていうのは、まあ、高いと思いますね。まあ、そういうところもあってですね、この金曜日に発表される雇用統計がどうなるかというのを、まあ、いろいろなシナリオを、まあ、踏まえてですね、そのシナリオごとにですね、マーケットの動きっていうのを予想していくということをこれからやっていきたいと思います。まあ、基本的にはですね、弱気の内容、そしてやや強気の内容、そしてまあ、可能性は低いですけれども、まあ、すごく強気の内容になった場合、あるいは少し、まあ、かなり弱気の内容になった、まあ、場合というそういうものも踏まえてですね、その4つのシナリオというのをまあ分析してですね、それぞれの値動きを、予想して、さらにはそこから、まあ、じゃあ、雇用統計の発表に前後して、どのような、まあ、戦略を立てればいいかというのを、まあ、総合的に、まあ、最後にまとめとして、まあ、1つの戦略を打ち出していくというようなことをやっていきたいと、思います。では、まあ、最初にですね、メインシナリオとして、まあ、雇用統計が少し弱気の内容になった場合は、マーケットがどのように動くのかというのを、まあ、考えていきたいと思います。はい、ではですね、メインシナリオとして、まあ、雇用統計がやや、予想を下回る、非農業雇用数がですね、やや予想を下回る伸びにとどまるという、まあ、少し弱気の内容について、まあ、考えていきたいと思います。9月の利上げの可能性というのは、やはり、まあ、こうなると少し後退するというところになりますかね。まあ、その、弱気の、内容が出てくる可能性としては、まあ、45%ぐらい、半分より少し、まあ、低いぐらいの、まあ、可能性があるんじゃないかと、そういうふうに考えます。大体、まあ、非雇用農業雇用数の伸びとしてはですね、10万人台半ばぐらいですかね、今だいたい17万人とか18万人とかですね、まあそれぐらいの予想が出てると思いますんで、まあ例えば15万人とか、14万人とかですね、それぐらいの伸びにとどまるという内容ですね。それで、まあ、もう一つ重要なのは、時間当たり賃金ですけれども、この時間当たり賃金も、まあ、それほど大きな伸びにならないと。まあ市場予想通りの上昇か、あるいは少し、まあ、予想を下回る上昇ぐらいにとどまればですね、これはやっぱりちょっと、まあ、9月に利上げをするのは少し前無理ですねということになる、と思いますね。ただですね、まあ、時間当たり賃金がですね、まあ、結構な伸びになればですね、12月の、まあ、利上げっていうのはまだ可能性は、残ると思いますから、そういう意味では、まあ、年内に利上げと、いう可能性は残るというところで、まあ、少し中途半端な、まあ、結果に終わるという、まあ、感じはありますけれども、まあ、12月の利上げというのはある程度は、まあ、マーケットに織り込まれていますから、まあ、それほど、まあ、サプライズとは受け止められないと思いますよね。まあ、そういうところ、まあ、になってくるとですね、例えばそれまで、まあ、威勢よくですね、まあ9月の利上げもありえるよとか、年内2回もありえるよと言ってたですね、FRB 効果もですね、やっぱりちょっと、発言もトーンダウンしてですね、それで、まあ、FOMC、その次の、まあ、イベントとなる FOMC に向けて、まあ、進んでいくということになりますから、まあ、少しここまで、まあ、1週間ぐらいですね、高まったドル高などのですね、タカ派的な、
流れが、まあ止まってですね、再びその反動もあってですね、流れはハト派的な方向に向かうと、そういうふうにまあ見ていいと思いますね。で、具体的にそれぞれのマーケットを一つ一つ見ていくとですね、為替はですね、やっぱりまあ9月の利上げの可能性が後退してくればですね、ドルにはまあ売り圧力が強まってくると、そういうふうに思います。一方ではですね、雇用統計が弱いとですね、やっぱり景気の先行きにも不透明感が出てきますから、まあそういうものを考えればですね、株式市場にもまあ調整圧力は改めて強まるという可能性も十分にありますから、もしそうなればですね、投資家の間にはまあリスク回避の動きっていうのも強まる可能性もあります。そうなってくると、まあ特にドル円ですね。ドル円ではドル安の流れが、まあ強まるということが、まあ考えられますね。ここまでですね、ドル円100円の節目あたりでですね、まあ、かなり、まあしっかりと粘り強く下げ渋ってたというような感じ、がありますけれども、まあ雇用統計をきっかけにですね、100円の節目を、まあ一気に割り込んでですね、90円台での推移になるということも十分に考えられますから、まあ、それぐらいのところは見ておいた方がいいと思います。一方、まあ対ユーロ、ユーロドルですね、こちらの方はですね、まあアメリカも、まあ雇用が伸び悩んでるけど、ヨーロッパもちょっとまだ不透明ですよという感じになるかもしれません。ただ、まあヨーロッパはですね、ここへ来て経済指標も、まあ、少しずつですけれども、まあ、回復してきてますから、回復してきていますから、まあ、この辺が、まあどのようになるかと、ちょっとヨーロッパの方の、経済指標っていうのも睨みながらの、まあ、展開になると思いますけれども、まあ、基本的にはやはり、まあ、ドル安と、ユーロドルの場合は、ユーロドルが上昇するという、まあ形になるというふうに見ておいていいと思いますね。次に金市場、まあ、金市場もですね、これは、まあここまでかなりですね、その利上げ観測の高まりを受けてですね、金市場にはまあ売りが膨らんできてますから、その反動もあってですね、投機筋を中心に、まあ買い戻しがまあ集まってくると、そういうふうにまあ考えていいと思います。で、まあ、ドル円、と同じようにですね、ここでもやはり株式市場の動きには注目が必要ですね。株価の調整が進んでですね、安全資産としての、まあ金の需要が高まるようなことがあればですね、1400ドルの節目を、まあ、一気に、上抜けるような展開になることも十分に、あり得ると思いますので、まあこの辺は、まあ注意しておいた方がいいと思います。次に原油市場ですね。まあ、これはもう、まあ、今本当に、まあ、金融市場の動きにはほとんど、まあ影響されなくなってきてますから、まあ、雇用統計の結果にはあまり、まあ影響を受けずと、それで値が動くことはないと、そういうふうに見ておいていいと思います。まあ、ただですね、一方では、まあイランが、まあ参加するという可能性が浮上してですね、このいわゆる産油国の増産凍結協議というのに対する注目度が改めて 強まってますから、そういう意味では、まあ増産凍結が進む、の協議の、まあ、進展が見られるなら、これは買いと。あるいは、まあ、やっぱりイランとかも非協力的な態度をとってですね、増産凍結協議、これなかなかまとまりそうにないよと、いうことになれば、まあ、やっぱり売りが、優勢となるというふうな、まあ、ちょっと不安定な展開になると見ておいた方がいいですね。次に株式市場ですね。株式市場は、まあ、これがやはり一番、判断に難しいところですよね。これまではやはり、まあ7月の、まあ、FOMC、あるいは、まあ、7月末に発表された、まあ、4、6月期の、まあ、GDP が、まあ伸び悩んだということもあってですね、ここまではですね、やはり、まあ景気減速とか、そういう、まあ、景気に対する先行き不透明感よりも、やはり、まあ、FRB の、まあ、利上げが当分行われないよというのを交換する形でですね、いわゆる金融相場的な、まあ、上昇、あるいは高止まりというのが続いてきましたけれども、まあ、この動きが、まあ、これから先も続くのか、それとも、まあ、まあ、雇用統計が、悪い内容となるんですから、これはこれまで、まあ、唯一、まあ、と言ってもいいほど、まあ強気の数字が続いていた雇用にも少し陰りが見え始めたということになればですね、
これやっぱり、アメリカの景気に対する先行き不透明感はさらに、強まると思うんで、そちらの方を、問題視というかですね、弱気材料としてですね、株価の調整が進むのかというのは、これは、どちらが、優勢になるのかというのは非常に判断の難しいところですけれども、ここまでですね、史上最高値を何回も更新してですね、やっぱりマーケットにはかなり、買われすぎ感が高まっているということを考えればですね、やっぱり、その景気の先行きに対する不透明感ですから、そういう懸念がですね、前面に押し出される格好となってですね、ポジション調整の売りが進むというふうに見ておいた方が、いいと思います。これで、特に、雇用統計が終わってですね、弱気の数字が出て素直に、値が下げるような格好となればですね、やっぱり、かなりの、調整が見られるというふうに、見ておいた方がいいと思いますね。ダウ平均であればですね、1万8000ドル台を、1万8000ドル台を割り込んでですね、さらに、調整が進むという展開も十分にありそうということですよね。次、アメリカ長期債ですね。これはですね、やっぱり利益観測が後退すれば、国債には、アメリカ国債に改めて買いが集まってくると。言い換えれば長期金利は低下するということになると思います。10年債の利回りでは、1.4%ぐらいまでは、低下していくんじゃないかと、そういうふうに見ておいた方がいいと思いますね。で、その後の展開はどうなるかというと、次、市場の注目が何に集まるかというと、やはり、9月の20、21日に、開かれる、FOMC ということになりますね。9月の FOMC はですね、ただ声明を発表するだけではなくてですね、その後に、イエレンさんの、イエレン議長のですね、記者会見もありますから、いろいろと材料は大きく出てくる、可能性があってですね、その分市場の注目も高まるということになるんですよね。一応、弱気の雇用統計の内容を受けて、9月の、利上げが、やっぱりないよということになればですね、市場の注目はですね、じゃあその、雇用統計の弱気の内容を受けて、景気判断がどのように変わってくるのか、相変わらず、強気の判断を示すのか、それとも、やっぱりちょっと雇用も悪くなってきましたよというふうな形で弱気の判断を示すのかと、あるいは、イエレン議長のですね、声明発表後の会見でですね、12月の、利上げの可能性があるのかないのかというところを、そのあたりが、一つの注目点になるでしょうね。あとはですね、別にですね、FRB の、経済予測とかですね、あとはもうこれも有名になったドットチャートと呼ばれるですね、FRB 高官の、利上げに関する聞き取り調査の内容ですね、これも発表されますから、特にドットチャートで、今までよりも利上げを強く見る人が、利上げの可能性を高く見る人が増えたのか、それとも、後退したのかというのも含めて、こういうところに注目が集まってくると思います。それで、12月の利上げの可能性が残るんであればですね、この9月の弱気の内容を、を受けた、いわゆる、ハト派的な、流れというのは、それほど、長続きはしないということになるかも分かりませんね。これはあくまでも12月の、利上げの可能性が残るか残らないかというところが、鍵になってくるとは思いますけれどもね。基本的には、ドル安が進んでですね、金とか、債券は買われるというハト派的な流れになるとは思いますが、その流れは、12月の利上げの可能性が残るんであれば、長続き、それほど長続きすることはなくですね、また、経済指標の内容に、一喜一憂するという、不安定な状態に逆戻りすると見ておいた方がいいと思いますね。では次にですね、カウンターシナリオ、こうじゃない反対のシナリオとしてですね、非農業雇用数の伸びが予想を上回ってですね、いよいよ、9月利上げの可能性も高まると、そういうシナリオについても、考えてみたいと、そういうふうに思います。
ではですね、少し、高波的強気の内容としてですね、非農業雇用数、これが、伸びが20万人を上回ると予想以上に、まあ、増加するというシナリオをちょっと考えてみたいと思います。20万人上回ればやはり、まあ、利上げ、9月の利上げの可能性も、まあ、かなり高まると、そういうふうに、まあ、見ておいた方がいいって言うでしょうね、見ておいた方がいいでしょうね。可能性としては 40% ぐらいはあるんじゃないかと。まあ、やはり、まあ弱気の内容も強気の内容も、まあサプライズでなければですね、大きなサプライズでなければ、まあ、可能性は大体半々だと、そういうふうに、まあ見ておいて、た方がいいと思いますね。まあ、具体的にはですね、非農業雇用数、まあ、これが20万人を上回る伸びとなってですね、あとは、まあ時間あたり賃金もそれなりの上昇と、予想通りか予想を少し上回るぐらいの上昇になればですね、まあ、これで9月の利上げの可能性というのは一気に高まると、そういうふうに、まあ思いますね。で、それまでマーケットではですね、まあ、おそらく年内利上げはないんじゃないかと、まあ、あっても12月に1回きりだという、まあ、そういうハト派的な見方、これが、先週まで、あるいは、1週間前、あるいは、もっと極端な話をすればですね、イエレンさんの、イエレン議長のジャクソンホールの講演、あるいは、フィッシャー、副議長がですね、タカ派的な発言をする、まあ、直前まではですね、そういうハト派的な見方というのが市場支配をしていたのは、これは確かなんですよね。ですんで、やはりその時からは状況は、まあ、一変するということになるんですよね。まあそれだけに、まあポジション整理の、まあ、ポジション調整の動きというのも、まあ、加速する可能性は高いと、そういうふうに見ておいた方がいいと思いますね。具体的にはですね、やはり、まあ、ドル高が進んでですね、あとは、まあ株式市場もやっぱり金利の上昇を嫌気して、まあ調整が進むという感じになるんでしょうね。ただ、まあこれは、まあここでも何度も同じパターンを言ってるんですけれども、株価の調整が、まあ、進めばですね、それによって、まあ投資家のリスク回避の動きっていうのが出てきますから、その中で、まあ例えば安全資産とされている金とか債券には逆に買いが入ってきてですね、それが下支えとなる可能性もあるので、まあ、ちょっと、まあ動きが複雑になるかなということも、あると思います。またですね、1回、9月に利上げをしてしまえばですね、もうそれでさすがに打ち止めだと、それ以上積極的に利上げをするだけの、まあ、アメリカ景気、の順調な回復っていうのは、まあ、ないよと、アメリカの景気回復もそこまでは力強くはないよという見方が出てくればですね、逆にもうこれ以上本当に利上げはないということで、まあ逆の安心感が生まれてですね、その後、まあ、ハト派的な動きが出てくるということも、まあ、中長期的にですね、あり得ますので、まあ注意が必要だと。あんまりもう9月の利上げだということで、マーケットがタカ派的な流れ一色になるという可能性も少ないということは、まあ、覚えておいた方がいいと思いますね。では、まあ具体的に、各マーケットがどのように動くかというのをちょっと見ていきたいと思います。まず為替ですね。これはもう9月の利上げの可能性が高まってくるとですね、それまでやっぱり大きくドル安が進んでましたから、それの反動で買い戻しと、ドルの買い戻しっていうのが加速するというふうに見ておいていいと思います。ただユーロドル対ユーロに対してはですね、ヨーロッパでも景気回復に対する期待が高まってですね、強気の経済指標っていうのもポツポツと見られるようになってきてますから、そういうふうなところで、対ユーロではドル高の流れ、ドルの買い戻しの流れというのもそれほど強くならないかもしれませんし、あとは金利の上昇というのを嫌気してですね、株価の上昇が進めばですね、株価が、株価の調整が進んで株価が大きく値を下げればですね、これは円に対しては逆に、リスク回避の流れから買いが集まってくるのもあるでしょうね。そうなってくると、どちらも、一時的には大きくドル高が進んでも、それ以上、
流れがまあドル安の方向にどんどん傾いていくような展開にはならないかもしれません。まあ、その辺を考えると、まあ値動きは短期的なものに終わるというふうにまあ考えておいた方がいいかもしれませんね。次に金市場ですね。金の場合は、まあこれはやっぱり雇用統計が強気の内容になってですね、利上げ、9月の利上げという、まあ早期利上げ観測が高まればですね、ドル安の進行もあってですね、これはまあ売りに押されるという展開になると思います。まあ同じように株価の調整が進めばですね、それによって安全資産としての買いが入ってくるかもわからないですけれども、やはり金の場合は、まあ売り圧力が強くなると、そういうふうに見ておいた方がいいでしょうね。1200ドル、後半あたりまでですね、一気に値を下げるという展開になることも、まあ十分に考えられるでしょうね。基本的に、まあ金は弱気と見ておいた方がいいと思います。次に、まあ原油市場ですね。原油市場は、まあ先ほども申しましたけれども、今は金融政策とか経済指標でなくて、まあ産油国の増産凍結協議、これがどうなるかというのに、まあ注目が集まっていますから、まあその内容を見ながら、売り買いが交錯するという展開になると、そういうふうに思います。ただ、まあ高波的な内容になってですね、利上げ観測が高まる中でドル高が進むんであればですね、まあそれ自体はやっぱり、原油市場にも投機的な、まあ売りを呼び込む、まあ相場の重しになる、まあ可能性もありますから、まあドル高の流れには、まあ注意して、まあそれだけは弱気に作用するというふうに見ておいた方がいいと思いますね。次に株式市場ですね。これはまあ、雇用統計が強気の内容となってですね、利上げ観測が高まるんですから、これは1回はやはり、まあ、金利の上昇を嫌気するという形で、ポジション調整の売り圧力が強まることになるでしょうね。まあ、ここまでですね、本当に、史上最高値を何回も更新するですね、強気の流れがずっと続いててですね、大した価格調整を見られないままに、ここまで来てますからですね、まあ、1回は大きく、まあ値を下げるというふうに、まあ見ておいた方がいいと思いますね。ダウ平均もですね、1万7000ドル半ばとかですね、状況次第ではもっと、値を下げることもあると、そういうふうに見ておいた方がいいと思います。次に、まあ、アメリカの長期債ですね。こちらの方もやはり、まあ、債券市場には、利上げ観測の高まりを嫌気する形で、売り圧力が強まると、そういうふうに見ておいた方がいいと思いますね。10年債の利回りでしたら1.8%台半ばとかですね、それぐらいまではまあ楽に、金利は上昇してくるんじゃないですかね。では、まずその後の展開ということになりますが、もちろん、まあ市場の注目は、まあ9月20、21日のですね、FOMC に集まってくることになるんですが、まあここでですね、まあ注意したいのは、まあ FOMC が近づくとですね、もしかしたらやっぱり利上げをしないんじゃないかと、雇用統計の内容だけではまあ不十分じゃないかと、そういうふうな、まあ動きが出てくるということもあり得るんですね。まあ基本的にはやっぱりもう利上げだというふうな、まあ見方が、まあ一気に、強まってですね、短期的にはですね、ドル高が進んでですね、株式市場は、まあ下落するんでしょうけれども、まあそういう中でもですね、じゃあいざ本番が近づくとですね、これまでの、まあ経緯を見てもですね、まあやるやると言いながら、まあ全くやらなかったと。去年の12月に1回、まあ、行ったきり、利上げを行ったきり、まあ利上げは行われてないんですから、結局今回もやるやると、まあ、期待だけ差しといて、まあ期待外れに終わるんじゃないかと、利上げは結局見送りになるんじゃないかというふうな、まあ観測が台頭してくるという可能性は十分に高いんですね。まあ、そういう意味ではですね、まあ積極的に利上げはしないよというところまでは、まあマーケットの流れ変わらないかもしれないですけど、もしかしたら先送りになるんじゃないですかということになればですね、やっぱり、まあ先行き不透明感が高まってですね、もう一回、まあポジションを調整し直しておこうという動きが出てくる、かもしれませんね。まあそういう意味ではですね、
もちろん、雇用統計の内容が強気であればですね、そちらの方向に、マーケットは動いていくことになるんでしょうけれども、そして、その動きもかなり大きなものになるとは思うんですが、意外にこの FOMC を前にですね、その動きがもう一回逆方向に反転するということもあり得るので、そういうところだけは頭に入れておいた方がいいと、そういうふうに思いますね。さあ、ではですね、次に、可能性はかなり少ない、低いですけれども、もっと強気のサプライズ、あるいは弱気のサプライズになった場合は、どのようにマーケットが動くかというのを、見てみたいと、そういうふうに思います。はい、ではですね、サブシナリオということで、一つ目、少し可能性は高いというところでは、やや、すみません、弱気の内容という方が、やや可能性は高いかなということで、こちらの方をまずサブシナリオ1として、取り上げてみました。雇用の伸びがですね、10万人台前半とかですね、下手すればですね、5月の時のより、10万人を大幅に割り込むというような、こともあってですね、こうなると、もう9月どころかですね、年内の利上げももう不透明になっちゃうと、そういうシナリオですね、可能性としては 10% ぐらいはあるんじゃないかと、そういうふうに、見ていますけれども、これはですね、雇用統計といえどもですね、確かに5月に悪かった以降、6、7と良かったんですが、ちょっと、その数字は強すぎるんじゃないかというふうな、感じもしないわけではないんですね。ですから、弱気のサプライズがあるとすれば、また5月の時みたいにですね、大きく落ち込むという、シナリオなんじゃないかと、そういうふうに単純に見て、少し可能性を高めただけですけれども、いずれにしても可能性としては低いですが、メインシナリオほどには、真剣には、考えなくていいという言いますかですね、これを、ポジションに反映させる必要はないとは思いますね。では、実際に、そういうふうにですね、10万人前半とかそれ以下のですね、弱気の内容になった場合はどうなるかというとですね、やはりこれはドル安が、大きく進行するというふうのは、まず間違いないでしょうね。そして、金や債券には買いが集まってくるという展開になると思います。金なんかだったらやっぱり1400ドルは一気に、上抜けることもあるでしょうね。で、問題はやはり株式市場でですね、これは金融緩和政策が継続するというところに、ポイントが集まればですね、投機的な買いが集まってくるかもしれないですけれども、雇用統計があまり悪いとですね、やっぱり、景気の減速に対する懸念の方が強まるということも十分に、あり得るんですよね。特にですね、雇用が、伸び悩んでるのに、他の、時間当たり賃金を含めてですね、他のインフレ指標に、強気の内容が出てくるようなことになればですね、これは、どちらかというと、景気が減速するのにインフレだけが高まるといういわゆるスタグフレーションというとですね、あまり良くない、パターンに陥るという懸念が高まりますから、それを含めてですね、ちょっと、株式市場は、懸念の方が強くなるんじゃないかと。そうなると、今の割高な、状況にあることを考えればですね、ポジション調整の動きが加速して、大きく売られると、いわゆるリスクオフというパターンがですね、強まるというふうに見ておいた方がいいと思いますね。これがサブシナリオ1ということで、あまり弱気のサプライズが出た時のマーケットの反応というのを考えてみました。次にサブシナリオ2ということで、今度は強気のサプライズになればどうなるかというのを考えてみたいと、そういうふうに思います。具体的には雇用の伸びがですね、20万人台後半とかですね、あるいは30万人に近いとかですね、そういうふうに強気の内容となってですね、もちろん時間あたり賃金も大きく上昇する中でですね、年内2回、9月に1回やって、さらに12月にももう1回やるだろうと、そういう可能性がかなり高まってくるという、そういうシナリオですね。そうなってくるとですね、マーケットはどう反応するかというと、やはりこれはドル高が大きく進むというふうに見ていいと思いますね。そして、金や債券は、下落と
ということになるでしょうね。そして株式市場も、まあ、これはもう本当に、まあ、金利の上昇というのを、まあ、織り込む形でですね、価格調整が、まあ、一気に進むという展開、になると見ておいた方がいいと思いますね。まあ、こういうシナリオはですね、まあ、ここまで本当にほとんど、まあ、想定されていませんでしたから、特に、まあ、この1、2ヶ月ぐらいはですね、年内2回なんていう、まあ、利上げなんてまずありえないだろうと、まあ、そういう雰囲気が強かったですから、まあ、それに対する反動というのは、まあ、かなり、大きなものになると思いますね。もちろん、まあ、値幅もかなり大きくなると、そういうふうに思われますから、まあ、これについては、まあ、シナリオ、こういうシナリオになればですね、やはり、注意が必要ですね。想定以上に大きく値が動く可能性があることを考えればですね、あまり、まあ、無理せずにですね、雇用があまりにも、雇用統計があまりにも強気の内容となればですね、無理することなくですね、目をつぶって、ポジションを、縮小した、もちろん、予想が当たっていた場合はいいですけれども、外れていればですね、間違いを素直に認めてですね、素直に、粛々と、ポジションは調整して、整理していった方が、いいと、そういうふうに思いますね。以上、メインカウンターの、やや弱気、やや強気の、シナリオと、そして、大きく、弱気のサプライズが出る、あるいは大きく強気のサプライズが、になるという、その4つのシナリオを、ここまで考えてきたわけですけれども、最後にですね、これらのシナリオを全部、考え合わせた上で、どのような、戦略を立てればいいかというのを、最後に、まとめとして、ちょっと考えてみたいと、そういうふうに思います。はい、では最後にですね、最適の取引戦略ということで、どういうふうな、戦略を、ポジションを持てばいいかと、雇用統計に前後してですね、どのような戦略を持つべきかというのを最後に少し考えてみたいと思います。まずポイントとしてはですね、やはり、ここに書いてありますように、利上げ観測は高まったのは確かですけど、まだ可能性は、半々だと。その中で値動きはかなり荒くなるんじゃないかと、この辺を、取引というか戦略の、前提においてですね、個別にいろいろと考えてみるべきだと、そういうふうに思います。確かにですね、この前の、ジャクソンホールでの、イエレンさんの講演とかですね、フィッシャー副議長の、発言でですね、FRB の利上げ観測が高まったのは、これ間違いないんですよね。それまで、ただ、それまでほとんど、利上げは考えられていなかったのからですね、もしかしたら、9月の利上げもあるかもしれないよというところまで戻ってきたというのが、実際のところなんですよね。例えば9月の利上げの可能性なんて、やっぱりまだ、9月は利上げをないと、そういうふうに見てる人が多いですし、12月にしても、50%を少し超えた程度の、利上げしか見てないんですよね。7割とか8割とかですね、70%、80%が、利上げの可能性があると見ているわけではないんですよね。まだまだ可能性は半々というところなんですよね。で、結局のところは、じゃあ、今後の、景気の、景気や物価の動向次第と、いわゆる経済指標を見て決めますよというところから別に、出したわけ、そこから一歩踏み込んだわけでは全くないんですよね。この辺のところは、しっかりと、冷静に、見ておかないとダメだと思います。確かに今は利上げ観測は高まってますけれども、利上げが確実になったわけではないというところは、しっかりと押さえておくべきですよね。もちろん、その雇用統計ですね、例えば20万人台の後半とか、強気のサプライズになればですね、かなり、高まるとは思うんですけれども、そうでなければ、まだまだ、次の、経済指標次第と、雇用統計が、よほどの、サプライズとならなければ、やっぱりその後も経済指標次第と、最後まで蓋を開けてみるまでわからないという、そういう状況が続くと思うんですね。そうした中で、
の、まあ取引戦略ということになるんですよね。ですからまず、利上げ観測が高まるシナリオというのはこれはまあ、ちゃんと見ておかないとダメだと思うんですけれども、だからといってじゃあ、まあ、9月の利上げを、まあ 100% 織り込む、もう絶対9月に利上げがあるんだというようなところまで突っ込んだような、まあ動きがマーケットで起こればですね、それはやはりそれに対しては、まあ警戒すべきと、マーケットの行き過ぎに対して、まあ、警戒すべきですし、まあ一方でですね、雇用統計を含めてですね、この先弱気の内容、この先の経済指標にですね、弱気の内容が、まあ相次いだ際もですね、やはりまあその際の対処も、考えておく必要があるということになるんですね。結局、まあ今後のまあ利上げの方針というのは、まあ経済指標の内容次第だというところから脱却できないんであれば、結局値動きもまあ経済指標に振り回されてですね、あっちに行ったりこっちに行ったりという不安定な状況が続くというところからも、まあ出せないと、脱することができないというのが実際のところなんですよね。ただですね、まあ、タイミング的にですね、今度 の、 まあその雇用統計の発表というのがアメリカの、レバーデーの3連休の直前だというところがちょっと、まあ気になるところですね。やはり、まあ最後、アメリカでは、まあ、このレーバーデーの連休というのが、まあ、夏休みの最後ということもあってですね、やっぱり、旅行に行ったりですね、休みを取る人多いわけで、どうしても、まあ、マーケット参加者が少なくなってですね、商いも薄くなります、全体的にですね。そうした中で、まあちょっとしたことででもですね、マーケット動きが、まあ、大きくなってしまうと、値が触れてしまうということもありますから、まあ、その辺のところには注意が必要ですね。いずれにせよ、まあまあ、値動きがかなり荒くなる中での、まあ、展開になるということですね。その辺だけを、まあ、注意してちょっと見ていきたいと思います。基本的には、まあメインシナリオに沿ってですね、やや弱気の内容になると、ハト派的な内容になるというのを前提にしますが、まあもちろん、逆に強気の、内容になるという可能性も十分に残ってますから、それぞれを両睨みをしてですね、それぞれのシナリオを両睨みしてですね、あまり一方に偏ることなくですね、それぞれの場合においてどのように動く可能性が高いかというのを、まあ考えた上で、どっちに転んでもなんとか、生き延びようというふうな、まあ形の、まあ今回は戦略になっていると、そういうふうに思います。具体的にはですね、まずドル円、まあ、これはメイン戦略として、まあ、ショートしたいというふうに考えます。やはり、まあ雇用統計がやや弱気の内容になれば、9月の利上げの観測、可能性というのは弱まりますから、そうなると、まあドル安というのは流れが強くなると、見ておいた方がいいと思います。特に、まあ、利上げ観測が後退することもそうですけれども、まあ、景気の減速に対する懸念が、まあ出てくればですね、雇用統計の悪化によってですね、これは、まあ安全資産としての、まあ、円の需要を高めるという、そういう、まあ、面もありますから、それも含めてですね、ドル安が加速するという可能性は高いと、見ておいた方がいいと思います。一方ユーロドルはですね、こちらもやっぱり、まあ少し弱気の、まあ雇用統計になるんであれば、ロングとドル安ユーロ高が進むというふうに見ておいた方がいいと思います。これは一方でですね、ヨーロッパの方の景気動向にもよるんですけれども、まあ、この辺最近はですね、ヨーロッパの経済指標、まあ、強気の内容が、まあ、意外に見られるようになってきてるんですよね。さすがにヨーロッパの方も、まあ景気は少し、まあ、そこを脱したかなと、ちょっと回復の兆しが見えてきたかなというふうな感じになってきてますから、まあ、それも踏まえてユーロには買いが集まりやすいんじゃないかと、そういうふうに思います。金もですね、まあ、雇用統計が弱気の、やや弱気の内容になるという前提を持てばですね、まあ、やはり買いがなということになりますね。利上げ観測が後退すればですね、それによって投機的な買い戻しは入ってくるでしょうし、まあ、景気減速、まあ、懸念が高まって株価も下がるというのであれば、まあこれはですね、安全資産としての需要も下支えになるでしょう。それ何よりもですね、
まあ、ここまですでにですね、かなり、まあ、価格調整が進んでいますから、そういう意味では、まあ、ここから、まあ、さらに、まあ、値を下げるという可能性は、まあ、低い、よほど、まあ、雇用統計なんかが強気のサプライズにならなければ、まあ、雇用統計が、まあ、強気のサプライズになれば、まあ、話は別ですけれども、よほど強気の内容にならない限りは、まあ、下げ幅、下げるとしても値幅は限定的なものになるんじゃないかと。それよりも、まあ、雇用統計が弱気の、内容になってですね、投機的な買い戻しが集まってくる余地の方が、まあ、はるかに大きいと、そういう見方も、まあ、踏まえて、金はロングしたいと、そういうふうに思います。一方、次に原油ですね。原油の方は、まあ、基本的にはショートと売りを、見ておきたいと思います。ただですね、しばらくはですね、まだ産油国の増産凍結の協議、これがどうなるか分かってませんから、これ次第では、まあ、ない、投機的な買いが集まってくる可能性も十分にありますから、しばらくは少し、様子見を続けた方がいいですよね。ただ、まあ、あくまでも、まあ、増産凍結というのは増産をしないというだけなんで、まあ、今の世界市場における供給過剰、需給の弱さっていうのを、まあ、解決することはできないんですよね。最終的には、まあ、もし、まあ、需給を逼迫させてですね、さらに、マーケット相場を押し上げようとすればですね、大幅な減産というのが必要になるんですけれども、まあ、そこまでちょっと産油国も、踏み込んで、決定することはできないだろうと、そういうふうに思います。結局、まあまあ、仮に増産が凍結、の協議が、まあ、合意されたとしてもですね、それでは、まあ、需給を逼迫、引き締めることはできないと。で、さらにはやっぱりイランとかですね、あるいは、まあ、今も積極的に生産を増やしているイラク、まあ、この辺りがですね、参加しないという、まあ、可能性も十分に高いですから。まあ、それを考えれば、やはり中長期的には、まあ、売りかなというふうに見ておいた方がいいと思います。次に、まあ、株価指数ですね。これは、まあ、カウンターシナリオということで、まあ、雇用統計が強気の内容になった場合を考えればですね、これはやはり、まあ、価格調整が進むと、金利の上昇を嫌気して、まあ、価格調整が進むということになるでしょうから、まあ、これは、まあ、ショートと売りに、ウィンのポジションを持っておいた方がいいと、そういうふうに思いますね。特に、まあ、株価指数の場合は、まあ、弱気の内容になってもなったで、まあ、景気減速懸念が高まって、まあ、売りが出てくるという可能性も、十分にあると思いますので、やはり、まあ、ここから積極的に、買いを仕掛けるっていうのが、有用な展開っていうのは、ちょっと、まあ、今考えにくいというところですね。いや、それと、アメリカ国債、米国債ですね。これも、まあ、ショートと。これもですね、やはりカウンターシナリオでですね、強気の、まあ、雇用統計の内容が出た際に、どうすればいいかというと、まあ、やはり、まあ、その際には、利上げ観測の高まりからですね、米国債には大きく売りが膨らんで、金利が上昇するというふうになると思われますから、こちらの方も、まあ、万が一っていうか、まあ、一応メインの予想は、雇用統計がやや弱気の内容になるというところですから、まあ、ドル円、為替やですね、金なんかはですね、それを前提にですね、ポジションを組み立ててますから、まあ、その中で、じゃあ万が一、雇用統計が強気の内容になった場合は、どの、ところでヘッジをしておけばいいかということになると、まあ、アメリカ国債かなということになる、そういう意味合いもあって、アメリカ国債、米国債は、まあ、ショートというところにしたいと思います。ただ、やっぱり何回も言いますけれども、今回はですね、まあ、雇用統計の内容もどっちに転ぶかちょっと、まあ、分かりにくいところもありますし、基本的にはやはり、まあ、まだ、FRB の、まあ、方向性というのは、まあ、はっきりとは決まらないんだということを、まあ、前提に、まあ、ポジションを取るということを考えておいた方がいいと思いますね。FRB の、まあ、方針がはっきりと決まらないんであればですね、やっぱり、まあ、最終的に、まあ、マーケットの、まあ、方向性も定まらないということになりますから、一応このように、まあ、ポジションっていうのは取る、
ようにすると、いうことなんですけれども、状況はコロコロと変わりますよと、そのためにもですね、いろいろこうやって、いろいろなシナリオを考えてですね、自分の見ていたシナリオと別のものが、予想が外れた場合でもですね、すぐに対処ができるように、準備をしておいた方がいいと思うんですよね。そういう意味でも、今回いろいろなこういうケースを考えてですね、シナリオを想定してですね、それに対する個別の価格予想をするということは、大きな意味があると思います。もちろん、相場をやる以上ですね、何か一つ相場感を持ってですね、どちらかの方向にポジションを傾ける。ないと、もちろんそうやってリスクを取らないと、利益も、得られないんですけれども、そうやってリスクを取る一方で、やはり、予想が外れた時の、対処方法というのは常に考えておく必要があるわけで、今回は特に、どっちに転ぶかわからないというような状況でですね、私みたいなこういう仕事、仕事をしているとですね、あんまりそんな誰にでも言えるような、いい加減なことは言うなというふうに言われそうな、感じもしないでもないですが、今回はやっぱり、特に、どっちに転ぶかちょっとわからないというのが、正直なところですよね。そしてまた、どっちに転んでもですね、意外に、その転んだ方向に大きく動く可能性は高いということもあってですね、今回はやっぱりちょっとリスクは高いなと、いうふうには思いますね。それだけに、いろいろな、シナリオを考えてですね、どのような、展開になってもですね、雇用統計がどのような、結果になってもですね、慌てず、そして迅速にですね、それに対して、対処ができるように準備を整えておく必要があると、そういうふうに思いますね。そして、その後はですね、9月20、21の FOMC と、そっちに、突入していくわけですから、こちらの方もですね、雇用統計がどのような内容になっても、まだ最後の最後まで、蓋を開けてみないとわからないという状況になりますから、やはり、マーケットですね、ここから、9月の FOMC までですね、かなり、不安定な展開が続くと、そういうふうに、思っておいた方がいいと思いますね。長い間でしたけれども、これで一応、今回の、ビデオセミナーというのもおしまいにさせてみたいと思います。皆さん長い間、これをご覧になっていただいてどうもありがとうございました。次は、ですね、レポートの方は、9月の FOMC に向けた、戦略というのを配信する予定になります。そして、次の、ビデオセミナーですけれども、次は、じゃあ9月の雇用統計を前ということになりますかね。1ヶ月後には、どのような、展開になっているのか、今から楽しみですけれども、ちょっとさすがに、今回は想像もつかないというのが正直なところなんですけれどもね。そういう中でも、なんとか、利益を取っていく方法というのは、もちろんありますから。基本はやはり、どちらかの方向にリスクはしっかりと、取るけれども、その一方で、反対に動いた際のですね、そういう、危機管理、リスク管理というのも、しっかりとしておくというのが、鍵ですかね。そうやっていかないとですね、なかなか、マーケットでも生き残っていくことはできないですから、リスクはしっかりと取るけれども、ダメだった場合も、の、準備も今からしっかりしておくと、それをやってれば、十分にやってればですね、痛い目に遭うという、とんでもなく痛い目に遭うということは、ないと思いますから、その辺のところを、よく、考えて、理解してですね、楽しく、相場を、マーケットを楽しんでいただきたいと、そういうふうに思います。では、今日はこの辺にして、次に、つなぎたいと思います。今日はどうもありがとうございました。また、次回ごきげんよう。さようなら。